生地はこの中から選んでください。それと紐も何本かお持ちしました。ありがとうございます。のぞみさんは何を作るんですか？お弁当箱を入れる巾着袋です。わあ、いいですね。私も高校生になったら作ろうかな。高校はお弁当なの？のぞみさんも毎日お弁当なんですか？そうよ、毎朝作ってるの。お弁当を公園で食べるのが好きでね。へー、なんかかっこいいです。私も絶対にそうしよう。かっこいいだなんて。あ、私この生地にします。かしこまりました。じゃあここからは僕がのぞみさんに教えるよ。このオーパスはちょっと古いけど、白バラ館でちゃんと手入れしてあるから元気に動いてくれるよ。のぞみさんの家のオーパスも修理すれば長く使える。修理やったら俺に任せてや。今ならべっぴんさん割引もあるで。館内で営業は困ります。営業ちゃうちゃうちゃうで、ただの情報提供や。修理したいんです。修理して家でもミシン使いたいと思っています。おー、ほら見てみ。じゃあこの話は体験が終わってからや。はい。お腹すいた。あれ、キューラさん？営業の、ごめんなさい。いいのいいの、営業の山本千夏よ。いつもここで食べてるよね。私もお弁当にしようと思ってて、毎日続けるために一緒に食べてもらえたら嬉しいんだけど。